皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は中高一貫校合同進学相談会学校をしろのお知らせです。この学校をしろという進学相談会、全国の中高一貫校の情報、これを得ることができます。今回30回目で、静岡県内最大規模の進学相談会になっています。第1回目は1992年、ずいぶん長く続いている相談会、このように言えますね。さて日時ですが、2022年6月12日の日曜日、完全に入れ替え制で A と B に分かれています。 A は12時20分から14時10分、 B が14時20分から16時10分、こうなっています。で、会場は沼津卸商社センターの展示場。私も一度だけ見学させていただいたことあるんですけれど、かなり広い会場です。そしてこれ予約が必要なんですよ。ですからこれ参加したいという方は、この学校をしろというのをウェブページで調べて、そこから申し込んでください。さて内容ですけれど、ブースの開設をしている学校、これ全国の23校、北海道から鹿児島までの23校、県内は5校がブースを開設しています。教育が今大きく変化していますよね。その教育が変化している中、学校が子どもたちの未来、ここで何をしようとしているのか、これを直接学校の先生から聞くことができます。そして資料だけの参加、これが60個あります。この60個のパンフレット、ね、いろいろな資料、もらうことができるんですね。それから特設ブースが設けられていて、ここでは、子育てお悩み相談をやっているそうですので、参加した方ぜひ寄ってみてください。今回は学校をしろのお知らせをさせていただきました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。